こんにちは、おはようございます。Long time no see! Long time no see! Long time no see! Welcome back to Papa and Mama! どう疲れましたそうね、疲れたかな。ゆかりさんが疲れたらしい。なんか、あ、そう。いびきが。いびきしましたストロングノイズ。ストロングノイズ。パパじゃないの？ストロングノイズ。パパじゃないの？眠れなかった。あった。おぉ。この何？おぉ。え？何？おぉ。え、何？妖精？妖精？あ、ほんと？へぇー！いいじゃん。はい、どうぞ。ほんと？わー！はい。おー！え、もう2週間前だけどね、それは。男の子、女の子、わからない。ガク、ガク、ガク、おめでとう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 。気をつけて、無理する、無理する、気をつけて。あ、おめでとう、おめでとう、おめでとう。よかった、よかった。おめでとう、おめでとう。ほんでまたあれ、なんかなんていうかな、生まれたら仕事は続けるの？続ける、続ける。いいね、いいね。そう。フォローする、フォローする。ああ。なるべく。おお。おじいさんになるんですけど、大丈夫ですか？パパはグレンパーになるんですけど、いいですか？いいですよ。グレンファーダー。あれだね、誕生日は多分、12月？ああ。12月3日か2日か。3日じゃないの？かなって。で、パパ、座っていいよ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 。どうぞ、どうぞ、座っていいよ。はい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 。体が、熱か。もう、熱あるな。ママちゃんもいるから。そうなのよ。近くにいるから。そうね。で、子守はヒロキにさせるから。子守なんだろう。ロロロロロ。初めて見ましたよ。初めて見た。これはいつのやつ？これは2週間前だね、それも。ちょうど真ん中ならいいの？懐かしいね、これ。あ、そうなの。そっか、これあまり、これじゃなかった。これだよ、これ。これだったんだよ、見たらわかる。これ線が入れば、陽性だから。初めてだから、記憶が飛んだのかもしれないね。でも、赤ちゃんを、あれだよ、お風呂入れるのは、こうやって入れてくる。分かってるね。覚えてる。落とし、こうやって、何かわかんない。体温を測るのかな。ママはグレンマダーになるんですけど、大丈夫ですか？綺麗なおばあちゃんね。パパはグレンマダーになるんですけど、いいですか？いいです。オッケー。よかった。ママちゃん早く見たいかったのよ。でもだんだんこういろんな、どういったらいいの？形みたいな。あれはだいぶもらったのよ。ある程度形になって。そう、もちろんこう見せてくれて、プリントアウトっていうのをしてくれて、で、だいぶ経ってから。そうなんです。イエーイ。写真はね、私も初めて見ましたけど、あの写真、今回のリオくんのプレゼントです。
今はね、まだ固有画像見えないんだけど、うん、アプリでなんか見える、うん、この何週目とか、はい、見えるから、どうですか、気になりますか、見たいですか、気になるね。そしたらこちらでどうぞ。ぼっとくにゃかやダイナソー、いきでみそでぎむんじゃでおらん。じゃりにゃうたじゃでや。おくらにゃかやびいこぴ。マシャードボンと。カキニャパンちゃんかやあく。あくまおこともさまかもちゅっぱ。ね、ほんとにあの、おたまじゃくし状態で、こうだんだんグワーってなってる。ああ、そう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 。目が出てる。目が出てる。てる他の人の体験談とか見てる。その週の。なるほどね。ああ、それこの人は。ね、ほんとに教科書みたいなやつ。ええ、書いてた。本だよね。よかった。ちょっとこれはちょっと面白い。写真撮ってとこ。写真送りますよ。これ、これ、写真撮って、送って。ああ。こう、写真は。あるけどね、一応。うん、写真撮ろうか。判定の方か。これ初、これを撮ってた。ああ、なるほど。これはちょっと、写真撮っててほしい。それとこれ撮って。あ、じゃあ、3人で撮ってあげるよ。はい、3人で。これを。ママパパ持っていたら。持ってってたほうがいい。そうそうそう。私が。ママが年始か。おかしいな。ママじゃの。大丈夫。ゆたのにしようか。大丈夫。一応ね、娘が妊娠しました。ああ。はい、チーズ。はい、もう一枚いきますよ。はい、チーズ。オッケー。ちょっと一緒に行きたいと思います。4人で。はい、いきますよ。チーズ。もう一枚。いきますよ。オッケー。そうよ。これね。そっか、残しとけばいいんだね。忘れちゃったんだね。それはそうだよ。はいはいはい。おお、後々、それ思ってなかったな。いい感じじゃない。真ん中にママいるから、ママが妊娠して、高齢出産ですよ、なってる。いやいやいや、真ん中にいるもん。いやいや、あの、来ましたよ、お父さんとお母さんに報告しましたっていう。高齢出産じゃないんだね。じゃないよ。そうあとママパパに送ってあげて、まだあれだもんね、ありえるもんね。これはまだ、この方が卵ってこと？まだまだ、袋がこれができた。まだまだ全然。